it is, y'all. It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Where we stay tuned. Damn. Room 101 with Chiho Watanabe on Bay FM 78。午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101。ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。この後3時30分までお付き合いください。なかなかこうね、緊迫した社会情勢が続いておりまして、こう毎日私も落ち着かないなという気分で、過ごしております。皆様いかがお過ごしでしょうかね。ほんとこう世界中にはこの2週間でガラッと、自分の環境がね、一変した方も少なくないと思われますし、なんかそうしたことを考えるにつれですね、自分の無力さというか非力さとかね、そうしたものをちょっと感じずにはいられないなというふうに思っています。というわけで、ここで今日の曲名を紹介したいと思いますが、私が大好きなラッパービッグクリットの最新アルバムデジタルローゼズドントダイが、先日2月の14日バレンタインデーに発表されました。その中からサウスサイドオブザムーンをお届けしましょう。音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101、湾岸エリアのラジオステーションベイ FM からお届け中です。番組へのご意見ご感想、そして質問やリクエストなどあれば、何でもいいのでぜひぜひ皆様のお声を聞かせてくださると嬉しいです。感想などツイッターでつぶやいてくださる際にはこちらのハッシュタグをつけて参加してください。ハッシュタグはルームアンダーバー101、ハッシュタグはルームアンダーバー101です。ゆうごはんさん、先週ババババッと話したドリームプラン映画ですね。現在はキングリチャード、しつこいけどキングリチャードですけれども、ドリームプラン公開初日に見てきました、感動したというふうにツイートいただいております。アイダロンペさんも、ありがとうございます。ウロタンさん、しほさんが毎週時間が足りない時間が足りないって前のめりに話しているの大好きだし、言い続けてください、応援しています、ありがとうございます。かなり甘やかしてくださって、おります。ヤマケンさんもですね、ずっと喋るということについては30分番組になって何回目かのここで一票投じておきたいです。ここまで数回そうやっていらして、毎回ますます全然 OK じゃないですかとか言って、ちゃんと何曲もかかっているけどと、こちらも温かいツイートいただいております。いっちゃんさん、星野源の音楽講論から来ました、初リアタイよろしくお願いしますとか、キュンキュンさんもね、志保さん音楽講論の出演からザ・カラーパープルのお話などつぶやいてくださっております。シロさんもありがとうございます。まあ本当そんな感じでマイペースにやっていければなというふうに思っておりますので、温かく見守っていただけると非常に非常に嬉しいです。そしてお聞きのあなたからのメールもお待ちしております。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 メールを紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントしております。では今夜のミュージックガラージルーム101のメニュー紹介です。まずは音楽ストリーミングサービス Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきます。そして後半は私が気になっている音楽トピックとともに楽曲を紹介していきたいと思います。それでは Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきましょう。今日ここでかけるのは US の、バイラルトップ50チャートということで、アメリカの口コミチャートから曲をお届けしたいと思います。 JID というですね、彼も非常に非常にこうリリシストとして名高い MC ですけれども、こう J コールなんかにねすごくフックアップされておりますが、その JID が1月に発表した曲サラウンドサウンドという曲が、ランクインしていました。そしてこの曲、21サベージとベイビーテイトというこの2人もまたね、アトランタを拠点に、活躍しているラッパーですけれども、まあ、なのでこうアトランタのね 3MC がギュッと集まって発表した曲、そしてサンプリングソースはなんとアレサ・フランクリンのワンステップアヘッドを使ったヤシン・ベイのミス・ファット・ブーティーというねことでございます。まあ、ヤシンベイと言うべきかモスデフと言うべきかいつも迷ってしまいますけれども、まあ、そんなこんなでですね、 US の Spotify バイラルトップ50から1曲お届けしたいと思います。 JID でサラウンドサウンドフィーチャリング21サベージ&ベイビーテイト。Deep Tracks
Get the rhythm. Move to the beat. Recommended tracks. Nail it. Flow.渡辺志保がお届けしているベイ FM ミュージックガラージルーム101、ここで最近気になっているトピックとともにもう一曲皆様にお届けしたいと思います。以前この番組でもブラックスーパーヒーローという曲をオンエアしましたけれども、あの天才ジャズピアニストロバート・グラスパーが最新作、アルバムですね、ブラックレディオ3を先日2月25日にリリースいたしました。というわけで今日はこのブラックレディオ3のお話をちょっと、したいなというふうに思います。レーベルのホームページに載っているこう日本語の紹介文があるんですけれども、読ませていただきます。時代の声をサウンドで表現し続ける革命児ロバート・グラスパーのブラックミュージックを融合したブラックレディオから10年、社会の変化によって破壊された世界のフラストレーションとチャンスを力強く革新的に、そして美しく表現した2022年のブラックミュージック最高傑作、それがブラックレディオ3というね、ことでございますね。いやもう本当うなずくしかないという感じですし、でまあ本当今日も冒頭からちょいちょい話してますけれども、今本当にこうね世界中ではたくさんのことが、起こっています。で実際こうロバート・グラスパーさんもそのことについて、まあそのロシアとウクライナのまあ戦争の前のお話なんですけれども、まあそうしたことに言及していて、だからこそ今このアルバムを、自分がね作って世の中に届けたいと思うということを、おっしゃっておりました。で、そうなんですよね。なので本当に今、聞くべきアルバムかなというふうに個人的にも強く思っております。で、そして私非常にこうラッキーなことにですね、今回この作品のリリースに伴いまして、ロバート・グラスパーさんにインタビューをさせていただいたんですね。本当にたまげます。本当にびっくりしましたね。インタビューできますよというふうにこうお話をいただいてですね、これこそ私でいいんですかっていう、感じがしたんですけれども、まあ、でもね、このか番組でも紹介したブラックスーパーヒーローの話なんかもぜひ、直接伺うことができたら非常に光栄だなと思いましたので、ズームでですねインタビューさせてもらったんですけれども、でそのインタビューした日がね先月の2月10日だったんですね。日本時間の2月10日でアメリカは2月9日の夜だったんですけれども、で2月10日といえばジェイディラの命日だったんですよね。で私その前にも星野源さんの音楽講論のジェイディラ会に出るかもしれなかった、出る予定だったので、まあめちゃくちゃこうジェイディラについてまた再度ディグっていた時でもありましたし、でもちろんロバート・グラスパーといえばジェイディラにもね多大に影響を受けた、ミュージシャンの一人ということで、なんかなんとなくこうちょっとご縁というかミラクルというかそういったものを感じてしまいまして、でインタビューの冒頭にもですね、今日本時間では2月の10日ですので今日はジェイディラの命日なんですよと、でまあこんな日にですね、グラスパーさんに、取材ができて非常に光栄に思いますというふうに、取材をスタートいたしました。で、まああれだけのね、こうグラミー賞を何度も取ってらっしゃって、世界を股にかけて活躍するミュージシャンということで、すっごくすっごく私も緊張して、挑んだんですけれども、お話ししたことある方はわかるかもしれないですが、すっごくこう気さくにですね、いろんなことをこう話してくださって、で、かつこう自分の新作アルバムに対するインタビューなんてもう死ぬほど受けてらっしゃると思うんですけれども、でもね全然こう嫌な顔一つせず一つ一つ、質問にねとってもとっても、丁寧に答えてくださって、もうやっぱ成功してる方っていうのは器のでかさがね違うなぁと、まあこれは本当ね大物にインタビューするたびに思いますけれども、違うなぁっていうのをこう再確認いたしました。でいくつかですね、彼がこう私にねお話ししてくださった中で非常にこう印象的だった、言葉をですね紹介したいなというふうに思います。まずね私も非常にこう感銘を受けたブラックスーパーヒーローという曲ですけれども、まあ、この曲をはじめアルバム全体を通して何を伝えたかったんでしょうかというふうに伺いましたら、アルバム全体を通して伝えたいことは黒人同士が結束し合うこと、そして若い黒人男性としてアメリカ国内で生きていくことは非常に困難であると同時にアメリカ社会全体においてそのように仕組まれているのではと感じると、とにかく成功することに対するハードルが高い。だからこそブラックスーパーヒーローでは自分の身近な場所にスーパーヒーローだと思える人を見つけてほしいということをね伝えているんだというふうに答えてくださいました。でですねこのアルバムを作るに際して、私が非常にこうブラックレディオ3通して聞くとですね、愛がとにかくこういろんなタイプの愛ですね、まあちょっと今にも壊れてしまいそうな愛もあれば、まあ
なんて言うんでしょうか、恋愛関係だけではなくて、もっとこうユニバーサルな見地から、地球に環境に問いかけているような愛とかね。で、あと、まあ、ブラックスーパーヒーローだったら、そのコミュニティに根ざした愛とかね。まあ、そうしたいろんな視点からの愛を感じると。で、アルバムを聞き進めていくうちにつれですね、だんだんそれが、こう、なんて言うんでしょう、ちょっと、宗教的な、って言ったらちょっと変かもしれないけど、ちょっと、より広い包容力、それはまるでヒーリングのようでもある。というふうに感じたんですよね、というふうに、グラスパーさん本人にお伝えしたところですね、こうしたお返事をいただきました。まあ、愛といえばですね、例えば最近はたくさんの人が怒っていると思う。そしてそこに愛はない状況だと。だから僕たちで、今の状況の基盤を修正したいと思ったんだ。そして今何が起こっているかという状況を理解するとともに、自分が誰なのか、そしてどこにいるかということを気づかせるということもとても大切だと思った。であるから、あなたがもしヒーリング的なバイブスを感じたのであれば、とても誇らしく思いますというふうに答えてくださいました。いや、またちょっと時間が、このコーナーの時間が本当足りなくなっちゃった。で、私がですね、インタビューしたグラスパーさんの記事はユニバーサルミュージックさんのメディアでもあるユーディスカバリーというところでも読めますし、で、あとはビルボードジャパンさんでも、長々とインタビュー記事が読めますので、そうした媒体をチェックしていただければというふうに思いますし、もしも許可が出たらグラスパーさんの音声を直接、この番組でもかけて皆様にも紹介したいなというふうにも思っております。というわけで今日ここでおかけしたいのはですね、ロバート・グラスパーの最新作ブラック・レディオ3から、あのエブリバディ・ウォンス・トゥ・ルール・ザ・ワールドの、カバーになりますね。参加しているのはレイラ・ハザウェイとコモ。もう本当これもですね、こう、まあ、みんなそりゃね、地球をルールしたい、コントロールしたいと思うのは当然かもしれないけど、その今ね、一人のね、こう男性のこうエゴによって地球がコントロールされてようとしているなーみたいな、気持ちでね、聞いて思わず涙が出てしまいました。はい。というわけでお届けしましょう。ロバート・グラスパーフィーチャリングレイラ・ハザウェイ&コモン、ルール・ザ・ワールド。Dig tracks. Get the rhythm. Move to the beat.渡辺志保がお届けしてきましたミュージックガラージルーム101。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週の放送もいかがだったでしょうか。今週も駆け足になってしまいました。ぜひ番組を聞いてのご意見やご感想、そして質問リクエストなどなど、メールでお送りください。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。メッセージには必ず電話番号を含めた連絡先をご明記ください。あなたからのメッセージお待ちしております。というわけで今日も最後は主曲のオールドスクールチューンを聞きながらお別れしたいと思います。トニトニトニ &DJ クイックでレッツゲットダウン。ミュージックガラージルーム101。ここまでのお相手は渡辺志保でした。また来週お会いしましょう。 See you! Yes! Tony, Tony, Tony! And DJ Quick!